父と子と聖霊との御名によってアーメン。愛する兄弟の皆さん、つい最近、インターナショナルニュースで、教皇様に、が発言されたとされている同性愛のを法的に認めるべきではないかというような発言がなされたということで、多くの方が一体どういうことだろうかと、思っていらっしゃるということもあります。ニュースによりますと、フィリピンの司教様たちはショックでもう言葉も出ないと、との、レポートがあります。そこで、このについてバークス司教様はすぐに発言されました。この教皇様の言葉は、共同権を持った、権威を持ったドグマとしての発言ではなくて、個人的な発言であるので、誰もこれを、ドグマのように信じる必要はない。そしてこれはあくまでも個人的な発言として、私たちはそれを、否定することもできるし、批判することもできるということで、バークス司教様が発言した内容を、今、引用したいと思います。皆さんどうぞ注意して聞いてください。まずこの教会のこの教皇様の発言とされるこの権威についてです。まず第一に、これはバークス司教様のお言葉です。まず第一に、このような宣言がなされた文脈と状況のゆえに、この宣言には共同権としての重みはいささかもありません。これらの宣言は、それを述べた人の単なる個人的見解として解釈することが適切です。これらの宣言はいかなる形においても、信者の良心を縛るものではなく、信者はむしろ聖書と聖伝、そして教会の通常共同権がその問題について教えることに対して、宗教的従順をもって従う義務があります。特に次のようなことを注意しなければなりません。1、同性愛の行為を重大な堕落としている聖書に基づき、聖伝は常に同性愛の行為は本質的に秩序を乱すもの、 intrinsically disordered であると宣言してきました。これはカトリック教会のカテキズムからの引用です。同性愛の行為は自然法に背き、生命という賜物から閉ざされ、誠の感情的性的補完性を欠いているためです。したがってこれを認めることはできません。2、今度はその人々についてですけども、特定の、そして時には根強い傾向を持っている同性愛の条件にいる男女、男性や女性がいます。これらの条件は彼らにとって、このような人々にとっては試練ではあるけれども、それ自体は罪を構成しないかもしれませんが、それにもかかわらず客観的にはこれは秩序を乱す傾向です。したがってこのような人々については、彼らについては不当な差別を避けて、敬意と思いやりと感受性を持って受け入れられるべきです。カトリック教会の信仰は、信者に罪を憎み、しかしながら罪人を愛することを教えています。罪は憎むけれども罪人を愛するということです。3、信徒、特にカトリックの政治家は、同性関係の法的承認に反対する義務があります。これは教理省の宣言です。家庭を作る権利は主張されるべき私的な権利ではなく、人間を性的な違いのうちに、引用、男と女とに天使が作り出され、引用あり、創世記1章27節、人を、つまり男と女を生命の伝達に及びになる創造主のご計画に対応したものでなければなりません。もう一度引用します。結婚した夫婦は、父、子供、孫、ひ孫などと世俗の継続を保障するので、抜きん出て公共の利益に合致します。そのため、市民法は夫婦の結婚に制度的な承認を与えます。
一方、同性関係はこの機能、世俗の伝達の機能を公共善のために果たさないために、法的観点から特別な注意を払う必要はありません。引用終わり。これはやはり公共教理書の宣言です。結婚した夫婦間の結合と同じ意味において、同性間の結合を語ることは実際には非常に大きな誤解を招くことになります。なぜなら、同性の人の間にはそのような結合は存在し得ないからです。司法の運用に関しては、同性愛の状態にある人は他の全ての人々、市民と同じように自分の私的な権利を保護するために常に法律の規定を利用することが可能です。公的な権利と私的な権利の区別をしなければなりません。最後に、バークシス基教様は次のように述べて宣言を締めくくっています。報道機関によって非常に大きく強調されて報道された教皇フランシスコの野だとされる個人的な意見が、聖書と聖典に表されて、そして共同職によって守られ、保護され、解釈される教会の普遍の教えに一致していないということは、最も深い悲しみの源であり、また差し迫った至極的な懸念の源です。また同様に悲しく、かつ懸念されることは、カトリック教会が路線変更をした、つまりそのような基本的かつ重要な問題について教会の永続する教えを変更したという完全に間違った印象を与えることによって、一般的に言えばそれが引き起こすつまずきに加えて、カトリック信徒の愛徒に引き起こされる動揺、混乱、誤謬、これこそが至極的な懸念の源ですとおっしゃっています。愛する教会の皆さん、教皇フランシスコ教皇様のためにお祈りいたしましょう。教皇様の霊魂のために、また教皇様が共同権のキリストの代理者としてこの問題についてはっきりと明確に私たちに教えてくださりますようにお願いいたしましょう。そしてまた同時に、私たちは同性愛の罪と同性愛の傾向を持っている人々のとを区別として、罪は憎み、しかし罪をの傾向にある人は憐れみと敬意を持って、この彼らを受け入れて、そしてその彼らのためにお祈りをいたしましょう。教会の教えにいつも忠実であるように祈りましょう。そして日本中の司教様、司祭、神父様たちがこのことについてはっきりと聖典の変わることのない教えを明確に私たちに教えくださるようにもお祈りいたしましょう。父と子と聖霊との御名によって、アメン。